여러분들의기도에불이일어날때이악령들이두려워하고있는걸보세요皆さんの祈りが立ち上がっていくときにこの地域の悪霊たちが怯えてるのを見てください여러분여러분들이믿음의부흥의마음을막갖기시작할때사탄이두려워하기시작하는것입니다皆さんが信仰を持って祈りながらリバイバルを信じるならばサタンはそれに怯えるわけですね우리에게주도권이있습니다私たちの方が主導権を握っています예수그리스도위대한분이우리와함께있습니다예수그리스도その偉大な方が私たちと共におられます아멘아멘아멘오늘전쟁에서승리하십시다今日戦いで勝利しましょう취하여뺏으십시다もう取って取り返しましょう그들의보호자들이떠나가기시작했어요彼らの守りは取り去られたんです일본의악한영들이흔들리기시작했습니다この日本の悪霊たちはもう揺さぶられています흔들릴때저공격하셔야돼요彼らがもう怯えている時にもう攻撃を仕掛けないといけません우리의신경을다른데뺏기지마세요他のところに神経を取られてはいけません아멘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 전열을가다듬어계속전진하세요私たちは整列を整えて前に前進し続けないといけません부흥분위기에속지마세요부흥의분위기에속지마세요リバイバルの雰囲気に浸らないでください부흥이오지도않았는데부흥같은걸모여가지고확만들어서온걸로착각하지마세요リバイバルはまだ来てないのにそういう雰囲気を作り上げてそれに浸っちゃいけません구체적인부흥이도시마다교회마다올때까지기도하셔야돼요具体的なリバイバルが町ごとに教会ごとに来るまで祈らないといけません이교회하늘문이열리고この教会の天のドアが開かれて원수가잡았던것들이노인물로돌아오게되길축원합니다敵が縛っていたのがもう放たれて이도시의불신자들이죽게돌아오기시작하고この町の미신자たちがこの主の前に立ち返ってきて저주와사로잡힌것들이끊어지기시작하고呪いと捕らわれている者たちが解き放たれて복음의광채들이열리기시작하고福音の光が差し込んでくる時ハレルヤ그일이곧일어날것입니다そういう働きがもうすぐ来ます전쟁을멈추지마시길바랍니다ですから皆さんは戦いをやめてはいけません용사는싸워야되는거예요勇士は戦う時に勇士용사는싸워야되는거예요勇士は戦うために存在します다윗의인생의위기가언제였는줄아세요다윗의人生の危機はいつ来ました도망다니고逃げる時쫓기고追われている時싸우고戦う時그때그의영은가장충만했습니다そういう時彼の霊は満たされていました그때다윗은하나님가장가까웠어요その時ダビデは神様と最も親密な関係でした근데왕이되고しかし王となり용사들이주변에많아지고勇士が自分の周りにいっぱいいてもう다윗은가서직접싸울일도없어졌어요自分自ら出ていて戦うこともなくなった성공했어요もう成功したんですね멋있어졌습니다もうかっこよくなりました다윗의이름이막높여졌습니다ダビデの名がもう高く上げられていきました그때그의인생의가장큰위기를맞이합니다その時彼の人生の最大の危機を経験するわけです영혼의곰팡이가나기시작하고その魂に髪が生えてきて그쫓겨다닐때あのかつての追われていた身分であった時살기위해매일전쟁을치러야할때生きるために毎日戦わないといけなかった時に오히려그의영은주님과충만했어요むしろその時には彼の霊は主によって満たされています、네、전쟁을멈추고しかし戦争が終わり저는나가서싸울필요도없고もうあったとしても自分は出ていく必要もなくなって주변의용사들이득을거리고周りの勇士たちだけが出ていて戦い그때다윗의인생에가장큰위기가와요その時にダビデの人生最大の危機が来ます하나님과멀어지는神と離れてしまう자기의총장의아내를빼앗는自分の部下の妻を奪い取る하나님과끊어지는神と切り取ら、あ、切り離される하나님과멀어지는神と遠、神から遠ざかる용사는싸워야되는거예요ですから勇士は戦わないといけない아멘아멘ハレルヤ아멘다윗이회개하죠ダビデは悔い改めをします다윗의아름다운것은ダビデの麗しい姿は얼른얼른깨닫는다는겁니다もう早く悟るということですね하나님이얼른뭐라그러면얼른돌이킨다는거예요神様が何かをそのサインをくださるときにはすぐに悟って立ち返ってくるということです저도그런기질이있어요私にもそういう気質があると思います。おい、これ主님이아닌데싶으면사정없이아닙니다。もうこれは主からじゃないと思ったらもうすぐに帰らないといけない。제가잘못가다가도おい、これ아닌데그러면사정없이값을지불해서라도잃어버리는게있어도얼른돌이켜옵니다。もうこれが違うと思った時にはもうその代価を払わないといけない部分があってもすぐに立ち返る。우리안에모든두려움을버리세요私たちの中にあるすべての恐れを捨てましょう모든두려움을버리세요すべての恐れを捨てましょう사람을두려워하지마세요人を恐れないでください
내가유명해지지않으면어떡할까私が有名にならなかったらどうしよう내가이걸잃어버리면어떡할까私はこれを失ったらどうしよう내가소유하고있는이것을빼앗기면어떡할까これを持ってるこれを奪い取られたらどうしよう아저사람이내가이거안해줘가지고내가거절당하면어떡할까私がこれをやってあげなかったがためにあの人から拒絶されたらどうしよう아무것도두려워하지마세요何も恐れる必要ありません주님안에만계세요主の中にだけいてください주님안에만계세요主の中にだけいてください주님모든것을가져오십니다主はすべてを持ってきてくださいます아멘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 오늘용사로서칼을꽂지마십시오皆さん勇士として剣を鞘に入れておかないでください지금일본은전쟁의때입니다日本は今戦いのシーズンですね하늘이뚫릴때까지天が打ち破られて開かれる時まで뚫린분위기에속지말고その開かれてるような雰囲気に騙されないでください오늘일본땅에서하나님의이름이영광을받으실때까지この日本の地で神の名が栄光を受けられるまで아멘、네、싸우시길축원합니다皆さんが戦い続けてください할렐루야아멘우리에게하나님께서함께하십니다神様は私たちと共におられます교회는영적전쟁하도록부르심받은것입니다교회は霊の戦いをするために召されています그게성경전체의메시지입니다それが聖書全体のメッセージです오늘강의안에한부분을보면서정리하겠습니다今日のその話はですねこのテキストのある部分を見ながら整理したいと思います적을안다는거敵を知るっていうところですね13ページ下の部分です적을아는거사탄의전술사탄의전술이시대의사단이하나님의교회와세상에하고있는전술입니다この時代に사탄이하나님의교회와この世に対して持ってくる戦術なんですね사탄을아셔야죠皆さん사탄을知る必要がありますよね이시대의사탄의메시지가있어요この時代に対する사탄からのメッセージがあります13ページ 13ページです큰2번大きな2番ですね적을암이라고돼있죠敵を知るって書いてあります가로1번括弧1番영적세계는없다霊的な世界はない무신론これ無神論합리주의合理主義과학만능주의科学万能主義이성숭상주의理性を崇拝する考え方오늘날교회병이뭔지아세요今日の教会の病は何でしょうか과학자가뭐라고그래대科学者がこう言ったんだよっていうことですね과학이뭐그랬대科学がこう言ってる과학은진리가아니에요皆さん科学は真理ではないんです과학은진리를찾아가는과정입니다科学とは真理を探し求めていくプロセスなんです과학은하나님이해놓으시고숨겨놓은수많은원리와진리들을발견해가고찾아가는과정일뿐입니다하나님께서隠しておいた数多くのその真理を科学は探し求め見つけ出そうとして尋ねていくそのプロセスなんですね오늘이시대에사탄이거짓말해요この時代に사탄は嘘をつきます야지금무슨영적이런얘기를하고있냐今この頃何の霊的な世界どうのこうのっていう話をするのか지금이어느시대인데무슨귀신이런얘기하고있냐今はどの時代だと思ってるのか悪霊の話とかその幽霊の話みたいなことを言っていや지금우리막달나갈로왔다갔다해今私たちは月に行ったり来たりしてるんだ달옆에다정거장짓고있어もう月の近くにもう停留所を作ってるもう영적영적이런얘기하지마もう霊的な話なんかする必要もない사탄의거짓말입니다사탄の嘘です사탄이어딨냐사탄ってどこにいるの여러분귀신있습니까없습니까皆さん악霊はいると思いますか하루는저희아들이뛰어왔어요ある日うちの息子が走ってきました우리아들8살때일입니다아子供が8歳の時のことです막뛰어서헉헉거리고もう息切れそうになってもう走ってきました얼굴이좀흥분돼있어もう顔はもう興奮した顔ですね그리고저에게묻는겁니다で私に言いました아빠귀신없지お父さん幽霊とか悪霊とかいないよね귀신이란거없지悪霊はいないでしょ놀이터에서동네형들하고막얘기하다가형들이있다고해서물려갖고온거예요아その地域のですね公園に行って大きいお兄さんたちと遊んでてそのお兄さんたちがもう悪霊がいるんだよとかそういう話をしていてもうびっくりして走ってきました없다고오기다가형이3학년짜리형이있다니까그래서
ゲゲゲがゴンゴン見た。で息子はですね、もうそんな悪霊なんか幽霊なんかいないってこう言い張ったんだけども、お兄さんからこうあるってこう言われたのでびっくりして、逃げてきたわけですね。何が無論分がやっぱ岸のオッチ。でそれで息子が言いました、幽霊とか悪霊とかいないよね。無論分岸のオッチみか。皆さんいませんか。一切없어요。ありますかないですか。あります。いたいたですね。いっそ、で私は息子にですね、あるんだよって言いました。あて깜짝놀랐어。いや息子はもうびっくりしたんですね。진짜있어。本当にあるんですか。おー、있어。本当に悪霊はいるんだよ。성경에귀신이엄청많이나와。もう聖書の中にはもうたくさん出てくるじゃないか。내가가만히서있어。근데갑자기아빠한테물어봤어요。それでその息子はびっくりしてね、もう黙って立ってるんですね。귀신이있다는말에충격받았어。もうその悪霊がいるっていう言葉に衝撃を受けたわけですね。없기를원했는데아빠가있다그러니까얘가말을잃었어。もう彼はですね、その息子は悪霊がいないことを期待していたのに、お父さんからはいるんだっていう話を聞いたので、もうびっくりして立ってもう動かなくなった。그다음에아이들이또질문했어。そして子供がまた質問しました。あ、ゾンビが진짜있어。お父さん、ゾンビですか。ゾンビは本当にいるんですかって聞いたんですね。그아이의머릿속엔ゾンビが귀신이었어。その息子の頭の中ではゾンビは幽霊だと思ったわけですね。悪霊。그리고또물었어요。そしてまた質問しました。아빠、아빠는귀신이겨。お父さんに、パパはあの悪霊にも勝てるのって言ったんですね。おお、いきち。おお、当たり前だろう。パパ、仕事귀신잡는거야。パパの仕事が悪霊を縛り殺すことなんだよ。근데중요한건아들이그말을듣자마자뛰어나갔어요。あ、それで大事なことはですね、息子がですね。私の話を聞いてすぐ外にまた走り出して出て行った。ノリトルになりました。で公園にまた行きました。친구들과형들에게。まあ友達やお兄ちゃんたちがまだいるんですね。귀신이대。悪霊はいるみたいよ。근데우리아빠가귀신을잡는직업이래。だけどうちのパパはあの悪霊を打ち砕く悪霊に勝つ職業なんだって。그래서그동네에서애들한테귀신잡는아빠가되었습니다。それで私はその時ですね、その町の子供たちにとっては幽霊を捕まえてやっつけるパパだとそう言われていました。그래서어떤분들은우리한국에서는해병대를귀신잡는해병이라고그러는데내가해병대출신인줄알아요。あ、韓国ではですね、海兵隊のそのなんていうか、そのモットーの言葉があるんですけども、幽霊悪霊も捕まえてぶっ殺す海兵隊という言葉がこうあるんですね。だから あんたのお父さんって海兵隊の出身なのかというような噂が立っていたんですね。まずはちょ귀신잡는사람이에요。私は本当に悪霊をやっつける仕事をしている人なんですね。여러분도마찬가지。皆さんがそうじゃないですか。이시대악한영이있습니다。この時代には悪い霊、悪霊がたくさんいます。サタンは여전히활동하고있습니다。サタンは依然として今も働いています。 C.S. ルイスは19世紀에이과학혁명이일어나는유럽을보고말했습니다。 C.S. ルイスはですね、科学革命が起こってくるその19世紀のそのヨーロッパの中で言いました。사람들이달을갔다오고、人々が月に行ってきて、산업혁명을넘어과학혁명이일어나기시작했어요。産業革命を超えて科学革命が起こってきました。합리주의가일어나기시작했고、合理主義が上がってきて、사신신학、신은죽었다는신학이일어나기시작했고、神は死んでるっていうそういう神学が浮上してきました。영적세계에대해서문을닫기시작했어。霊の世界に対して心が閉ざされていきました。C.S. ルイスは그들에게경고했습니다。C.S. ルイスは彼らに警告しました。그분은유럽의지성이고、C.S. ルイスはヨーロッパの知性ですね。영국의지성이었지요。イギリスを代表する知性ですね。그는평신도였지만신학도들이보는책을쓸만큼깊은영적인사람이었고、彼自身は普通の信徒に過ぎませんでしたけども、今で言うならば神学生たちが読むような本をたくさん書きました。그가얘기했어요。彼が言いました。오늘날의유럽기독교인들의위험은、今日のヨーロッパのクリスチャンの危険は、
지나치게영적인세계를모르는것이다아마리모레의세계에대해무지であることである사탄은자기가없다고말하고있어요사탄은言います私はいないよ아예영적세계가없다고거짓말하고있어요레의세계는ないっていうふうに嘘をつきます합리주의이성주의과학만능주의를말하고있습니다合理主義科学万能主義理性主義を言っています여러분영적세계는있습니다皆さん레의세계はあります귀신들은활동하고있습니다악霊は今も活発に動いています우리가결박해야합니다私たちが縛らないといけません아멘아멘두번째사탄의거짓말이있습니다2番目の사탄의우소です사단은강하다사탄은強い存在である사단은강하다사탄은強い니들함부로덤비지마라もう私にもうかかってきたらどういうひどい目に遭うのか知らないのか영적전쟁霊の戦い이런거하지마라そんなことをやったら大変だ인생피곤해진다人生が苦しくなるだけだ힘든거다もう大変なことなんだよ니들우리가얼마나강한줄알아お前たち俺たちがどれだけ強いものなのか知らないのか이렇게거짓말해요そういう嘘をつきます너희들은능력없어お前たちには何の力もないんじゃないか이제는우리가강해私たちの方が強い이런메시지를사람들의머릿속에넣고있어こういうメッセージを人々の心に植え付けます옛날영화를보면昔の映画を見ると특별히옛날드라큘라영화를보면昔のドラキュラが出てくる映画を見ると드라큘라를잡는최고의무기는십자가입니다もうドラキュラに対抗する最高の武器は何だったんですか손으로이러기만해도죽었어요十字架ですね手でこうするだけでもドラキュラはもう怯えて後ろに行きました요즘드라큘라영화에서今日のドラキュラ映画ではですね십자가갖다대면十字架を突きつけると그걸뺏어가지고それを奪い取って그걸로찍어주고それで殺すんですね요즘영화그렇게됐어요보세요今日の映画はそうなってます십자가갖다대면十字架を突きつけると깔깔대고장난치고こうあざ笑ってね그걸뺏어서それを奪い返して그걸로처참하게벽에다박아버려それを持ってその人をもう壁にくっつけて殺すわけです、ね、요즘공포영화보세요다그렇게돼있어요今日のそのホラー映画見てくださいそういう感じです아이들이보는만화요子供たちが見ている映画ですね、漫画。ディジモン。ね、ディジモン。日本에서나온거지。ポケモン？もうポケモン、ディジモン。ディジモンって何ですか？デジモン。あ、デジモン。ディジモン、デジモン같은거예요。ポケモン。ポケットモン、ポケモンですね。이런아이들의만화를보면、こういう子供たちの漫画を見ると。특히일본에서나온많은만화를보면日本から出てくるたくさんの漫画악이너무강하게나와요악이強いように映ります악이너무셉니다악의세력이力強いんですね우리의영화에서악을보면私たちが見ている映画から악을見ると이매스미디어에나와있는악을보면マスメディアの中に出てくる악의세력을見ると너무강하고強いんです너무세고もう強すぎる선과악이싸우면善と악이戦うと선이이기는데もうかろうじて最後の最後に善が勝つんですね악이안죽어요악は最後には生き残ってるんですね다시올게그러고사라져요また戻ってくるって言って消えていくんです정말끈질겨요もう息が長いんですね그리고있죠주인공착한디지몬들은너무귀엽게생겼고そしてその漫画に出てくる良いそのモンスターたちは弱々しく見えるんですね악의디지몬은너무멋있게생겼어요悪いモンスターたちはもう巨大な怖いそういう存在に映りますこの착한디지몬이막대지게맞습니다1부2부3부내내맞아요その優しいその良いそのデジモンがですねもうやっつけられるんですねずっと1部때맞고2부때맞고3부때맞아요1部2部3部続けてもう叩かれるわけですね3部때이해를알수이유를알수없이갑자기이겨요でも3部の最後で理由がわからないけども突然勝利してしまうわけですね。근데그어두움이죽은게아니야다시웃게그러고가でもその悪の勢力は完全になくなったわけじゃなくてまた戻ってくるって言い残して消えていくわけですね근데이게얼마나어마어마한전략인줄아세요これは驚くべき戦略です그걸보는아이들속에어떤일이벌어지는줄아세요それを見る子供たちの中には何が起こるんでしょう그런공포영화를즐겨보는여러분들내면에어떤일이생기는줄아세요皆さんがもしそういうホラー映画を好んで見てるならばどういうことが起こるんでしょう선의지가꺾여善に対する意志が折れてしまいます선은어리석은거야もう善っていうのはもう愚かなことだ악이강해악の方が強い
어설프게싸우는건미련한짓이야뭐아무리가루이기모치대타타카이내는건오로가다그래서사람안에는선한의지가꺾이기밟히기시작해そうやって人の中にある善なる意志が折れてなくなるようにするんです。そして皆さんの中にある勇士の気質がなくなるようにさせるんです。霊の戦いっていう言葉を聞くだけでもう疲れてきますね。もうそんなもう疲れるような信仰生活する必要あるの？하루조차도나가지도않고싸워도이거내가이길까もう私が追い出しても出ていかないしなかなかもう勝つこともできないのに십자가를갖다대더니십자가로맞아죽네もう十字架を突きつけたのにそれがもう逆に私を殺す武器になったりとか이게사탄의거짓말이에요これ사탄の嘘です십자가는지금도능력이있습니다皆さん十字架には今も力があります십자가가원수를죽입니다十字架が敵を打ち破るんです어린양의피가원수를지금도제압합니다子羊の血が今も敵サタンを打ち破るんです。イエス・キリストの보혈은지금도원수들을비명을지르고두렵게만듭니다。イエス・キリストの道しようは今も敵に対して恐れ多いことなんですね。보혈의능력。力、イエス様の血潮の力。イエス의능력。イエス様の力。그보혈의능력。イエス様の血潮の力。저는오늘아침에눈을뜰때도보혈을바릅니다。私は朝目を覚ましたらですね、イエス様の血潮を自分に塗ります。때로는잠이들때도주님보혈로머리부터발끝까지저를덮습니다。寝る前もですね、時々もう頭のてっぺんからつま先まで覆ってくださいと祈ります。이런치열한전쟁터에올때그렇습니다。こういう熾烈な戦いの場所に来る時にそうです。주님보혈로덮습니다。主の血潮で覆ってください。예수께보혈로제잠자리를덮습니다。イエス基督の血潮の覆いでこの夜の眠るこの時間を覆ってください。아침에눈을뜨자마자朝目を覚ましたら나의모든빈공간에그리스도의보혈을채우소서主よ私のすべての隙間のところにイエス様あなたの血潮で覆ってください오늘날도알지못하는틈들이열린곳이있다면예수의피로바르십시오もう自分も知らないうちに開いてしまっている隙間があるならばそこにイエス様血潮を塗ってください보혈은능력이있습니다イエス様の血潮に力があります할렐루야지금도예수의이름으로명령할때귀신들이두려워합니다이마모예수様の皆によって命じる時に악霊たちは怯えるんです우리가우위예요私たちの方が優勢です아멘우리가갑입니다私たちの方が有利ですね일본에귀신이아무리많아도우리가갑입니다日本にどれだけの悪霊がいたとしても私たちの方が有利です보혈의홍수가일어나기를축복합니다皆さんの中にイエス様の血潮の洪水が押し寄せてきますイエス의보혈의津波がいどしを덮게되기를축복합니다イエス様の血潮の津波がこの町を覆うようにハレルヤ십자가が능력입니다イエスキリストの十字架に力がありますアメン아멘우리는여전히변함없는강력한무기를가지고있습니다ですから私たちは変わらない強力な武器を持っていますハレルヤアメンハレルヤアメン귀신의모든거짓말에속지마세요そのサタンの悪魔の嘘に騙されないようにしましょう우리의왕예수그리스도가올때모든것이짓밟힐것입니다私たちの王イエスキリストが来る時に敵は踏みにじられるでしょう할렐루야아멘끝으로세번째사탄이친구라고거짓말시킵니다最後に3番目ですね사탄は私は友だとそう言うんですね14ページの3番括弧3귀신이우리와친구다악霊が友だと言ってくるわけです귀신의문화악마の文化です일본에그게많아요日本にそういうの多いですね일본에서나오는많은애니메이션이귀신들의세계와사람의세계가섞여요日本から出てくる漫画アニメーションは人間の世界と悪霊の世界がごっちゃ混ぜになっています일본에서나오는애니메이션들을보면굉장히영적이에요日本から出てくるアニメーションを見ると非常に霊的なものが多いです그게열방으로가서수많은아이들에게귀신이함께살아요それが全世界の国々に送られていき子供たちの心に住み着きます귀신은우리의친구가못됩니다悪霊は私たちの友ではありません귀신은우리의도움이안돼요悪霊は私たちに何の役にも立ちません아멘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 귀신은죽이고빼앗고강도짓하는놈이라고되어있습니다聖書にはですね悪霊は殺し盗む強盗であると書いてあります요한복음10장에
ヨハネの10章に도적이온것은죽이고빼앗고강도짓해왔다盗人が来るのは殺し奪う強盗するためであるということが書かれています모든우상의흔적들은집에서싹버리시길추원합니다ですから皆さんの家にもしそういうのがあるならばその悪霊の痕跡のあるものを全て捨ててしまってください모든귀신의문화들이분별되기를추원합니다全ての悪霊の文化を見分けるができるように見分けることができるようになってくださいアメン。アメン。모든부족들과같은것들우리에게도움이되지않는것입니다もうすべての守りの札とかそういうのは私たち何の役にも立たないんですね。アメン。アメン。귀신우리의친구가될수없어요。悪霊は私たちの友にはなりません。우리들의문화가그렇게거짓말하고있어요。私たちの文化がそのような嘘を私たちに言ってきます。영의세계귀신의세계가우리를도움을주는것처럼속여요霊の世界、悪霊の世界が私たちを助けているかのように見せかけるわけですね。여러분이런말이있습니다皆さんこういう言葉がありますね여러분이어떤영과교제하느냐에따라그영의열매를맺게되어있습니다皆さんがどんな霊と関わるかによって皆さんがどんな実を結ぶかが決まります내가어떤영적흐름안에있는가에따라그영적열매가나타나게돼있습니다私たちがどういう霊的な流れの中にいるかによってその実が現れるようになります귀신과사귀면귀신의열매가나타나게되어있습니다악霊と付き合うならばその実が現れるようになるわけです모든귀신의문화들이우리의삶에서떠나가길추원합니다全ての악霊の文化が私たちの人生の中から出ていくように간혹가다우리들이이런실수를할때가있어요私たちは時々こういう間違いを犯しますね선교지에놀러가서宣教地に遊びに行って혹은선교지에방문해가서宣教地を訪問して그원주민들의막그것들을갖다가갖다놔요その原住民がやってるそういう文化ですね。그래서아름답다고갖다놔요それでもうそういうお土産なんかを買ってきて飾ります。아무것도아닌것들도있습니다。その中には何でもないものも確かあります。근데많은경우에그들이그런걸만들때주술적행위와함께그런도구로씁니다。しかし彼らは多くの場合そういうものを作るときは呪術的なまじないをかけています。실제로겪은일이에요어떤분実際にこういうことを経験したことがあるわけです。아무생각없이그런걸갖다놨어요ある方がですね選挙地に行ってそういうものを買って持ってきました어느순간부터거실의한부분에서두려움과공포감을느끼기시작했습니다彼はですねある時から家に帰ってきてリビングで何か理由のわからないその恐怖感を恐ろしさを感じるようになりました어린손주가왔는데그쪽을보고자꾸울어요小さいお孫さんがその家に来た時にその場所を見ては理由もなく泣き出すんですね그리고가족들이순간순간거실의한쪽에서싸늘함을느끼고공포감을느끼고그런걸느끼는거예요そして家族が一人一人ですねそのリビングの中で何か理由のわからない恐怖を感じるんですね뭔가다른영적기류が들어온거예요何か違う霊的なものが入ってきてるわけです거기에어둠의영적인것들이함께있었던것입니다そこにですね買ってきたものの中には暗闇の霊的なものがついていたわけです선교지에서추억으로갖고왔던거예요宣教地から思い出のものとして買ってきたわけですね모든기념품이다그런건아닙니다全ての記念品がそうだと言ってるわけじゃありません경우에따라영적의미를부여해서만든것도있어요場合によっては霊的な意味を意味付けをして作ったものがあるということを知る必要があります그것을만들어놓고영들을초청하고거기에주술을한다음에내답하는사람들이있어요아それを作る時にはもう呪術的なことをするわけです奨励のそのまじないとかをしてそれから物を売りに出すわけですね그런것에영적상황이열려버리는거예요でそういうことを買ってくる時に霊的な部分が開かれてしまうわけですね여러분영적세계에원리가있습니다皆さん霊的な世界には原理があります귀신이우리에게들어오는원리가있어요悪霊が私たちの中に入ってくる原則があります성령이우리를사로잡는원리가있습니다聖霊様が私たちを捕らえる原理もあります성령도귀신도聖霊も悪霊も우리의의지와인격을무시해버리고우리를잡지못해聖霊様もそうです悪霊もそうです私たちの意思と関係なくやることはしません믿는자들은기본적으로하나님과분리되어있기때문에영향을받을수있습니다믿지않는자들은기본적으로하나님과분리된상태이기때문에영향을받아요信じない者たちは基本的に神様と引き離されている存在であるので影響を受けることがあります귀신들어가잡지는못해요しかし彼らにも悪霊が勝手に出入りするわけではありません안믿는사람이막귀신들리면일본의 99% 의사람들이다좀비가되어야됩니다もしそうであるならば日本の 99% はみんなゾンビになってるんじゃないでしょうか
그치요안믿으니까다귀신잡혀가지고막이러고다녀야돼요뭐그의식과관계なく악霊は出入りするんだったら예수님을信じない 99% の日本人はみんなこう악霊に取り憑かれたようになるんじゃないでしょうか예안믿는다고막사람들이막귀신들려다닙니까아信じないからといって예수님을信じない者はみんな악霊に取り憑かれてるんですか그렇지않죠そうではないですね영향을받죠影響は受けます。그들의가치관이영향을받죠価値観は影響を受けています。귀신에잡혀있지않아요でも悪霊のものにはなってない人も多いわけです。영적세계가霊の世界が영적인존재들이霊の存在が우리에게들어오거나私たちに入ってきたり우리를사로잡을때私たちを虜にするのは원리가있어요原理があります。하나님우리를위대하게만들었기때문에神様は私たちを偉大な存在として作ったので믿는자나믿는자나다인간은하나님의형상이기때문에信じる者も信じない者も基本的に人間は神の形です저안믿는수많은사람들이하나님께돌아와야될회복돼야될형상들이기때문에その信じない多くの魂も神様のところに立ち返ってくるべき魂ですから아멘그들도하나님의형상이에요彼らも神の形です소중한하나님의형상들大事な命魂ですね할렐루야그래서구원받지못해서하나님과분리되어있긴하지만귀신이막들어갈수있는존재는아닙니다神様から引き離されて分離されている存在であっても악霊が自分勝手に出入りするような存在とはならないわけです요한복음읽게저거만놓으세요皆さん書いておいてください요한의福音書요한복음1장12절一章の十二節。ヨハネ계시록3장20절。黙示録の三章の二十節。ローマ書10章9절과10절。ローマ書10章。ローマの10章の9節10節。이내용들이다그런거예요。この内容は今説明した内容。영접하는자곧그름을믿는자。受け入れる者、その名を信じる者って書いてありますね。そのヨハネの1章の12節。영접하는자라고돼있죠。それをイエス様を受け入れる者、その名を信じる者って書いてあります。계시록3장20절은黙示録3の20節。볼지어다내가문밖에서두드린다。見よ、私は戸の外に立って叩く。누구든지문을열면내가들어갈게。誰でもそのドアを開けるなら私入っていくと。ローマ書10章은ローマの10章は사람이마음으로믿고人が心に信じ、입으로시인할때구원이이른다。言葉で口で宣言する告白するときに救われると。이게다무슨내용들이에요？これ何の内容ですか？초청과영접의원리。招きと受け入れるっていうその原理原則ですね。영적세계가우리들에게들어오려면초청과영접의원리가있어요。霊の世界が私たちの中に入ってくるためには、お招きすることとそれを受け入れようとすることが必要なんです。초청은뭔지아세요？招待とは何ですか？웰컴하는거예요。ウェルカムすることです。귀신을웰컴하는사람들이없겠죠。악霊をウェルカムする人はいないでしょう。귀신이악하다고알면웰컴안하겠죠。そして악霊が悪いものであるというふうに分かっていればウェルカムしないです。많은사람들하나님을모르니까대신귀신을불러요。しかし多くの人は神様を知らないので악霊を呼び寄せるんですね。웰컴하는게뭐냐면ウェルカムするとは초청하는게뭐냐면お招きするとは환경을조성해주는거예요。環境を整えておくということです。環境が만들어지는거예요。もうその環境が出来上がると、あ、나는귀신싫어요。私はもう악霊嫌です。근데그사람삶이나집에가면귀신나오게생겼어。もうその人の家に行ってみると、もう악霊が出てきそうな雰囲気になっている。그의삶을보면막귀신들이따라다니기좋게살아。その人の人生を見てみると、口では嫌だって言いながらやってることは악霊が好きそうなことばっかしやってる。이상한음악틀어놓고。もう変な音楽をつけて분위기가막침침한조명켜놓고もう照明も変な雰囲気の照明を作っておいて막막사람죽는그림붙여놓고人が死んでるその絵を飾っておいて그럼주님이오시기좋겠습니까귀신이오기좋겠습니까そういう時にイエス様が来やすいですか악霊が来やすいですか우리의환경에웰컴의환경을갖고있어요私たちの環境の中に何がウェルカムされやすい環境なんです。이정도음악듣는거괜찮지않을까요？아こういう音楽ぐらいもう聞いてもいいんじゃないですか？제가가끔요청년들청소년을보면요時々青少年の人たちを見ると어느순간에눈빛이달라져요ある時から目の色が変わってきます예배에집중을못해요礼拝に集中できなくなります여러분우리설교자들은여러분들을보면여러분상태들이좀보입니다メッセージを語るメッセンジャーたちは前に立っていると回収の霊的なその状況が見えてきますね참좋은밭이었는데いや
はい、非常にいい畑だったのに。어느날부터밭에가라지들이막뿌려져있어요。もうある時からもうその畑にですね毒麦がたくさん撒かれている。너이리와봐。あなたこっちに来なさい。그의삶의환경을조사해보면その子供のね環境人生の環境を調べてみると작은것인데小さいことなんだけども문을열어주는거예요。彼がドアを開いてしまった部分があります。귀신에게틈을주는것입니다。悪霊に隙間を与えてしまった部分があるんです。모든어둠의환경들을정리하시길축원합니다。ですから皆さん全ての暗闇の環境を処分してください。환경이그러면귀신들이꼬여요。その環境がそうであるならばもう悪霊もついてきますね。그게초청이에요。それが招待することです。웰컴하는거예요。ウェルカムしてるっていうこと。환경을만드는거예요。もうそういう環境を作ってしまうわけです。두번째단계。二つ目の段階です。영접하는단계。それは受け入れてしまう段階です。어떤사건을통해문을확열어불러들이는。ある事件をあることを通して完全にドアを開けて入ってくるようにさせてしまうわけですね。극단적인어떤상황이확될때자기도모르게열려서귀신들어오게되는거예요。あることがあるときにもう自分も知らないうちにそれを開けてしまって入ってきちゃう。제사。それは祖先崇拝。우상의숭배행위들。偶像礼拝の行為。경배。礼拝です。그래서워십이중요한거예요。だから私たちにとってもワーシップは大事なんですね。워십은보좌를내어드리는것입니다。ワーシップは私たちの王座を主に明け渡すことです。문을열어서모셔드리는거예요。ドアを開けてどうぞ入ってきてくださいということです。오늘여러분이렇게성령님을모셔드리세요。皆さんが聖霊様に対してそのようにしてお迎えしないといけないということです。アメン。성령님이오시기좋은환경을집에만드세요。聖霊様が来られやすい環境を家に作ってください。주님이원치않는문화들을치워버리십시오。神様に喜ばれない文化を退けてください。그리고경배를틀어놓으십시오。そして礼拝賛美をつけておいてください。예배의소리를퍼지게하십시오。礼拝の音を出してください。그리고성령님환영한다고고백하세요。そして聖様あなたを歓迎しますと口で告白します。워십하세요。ワーシップしてください。ウェルカム하세요。ウェルカムしてください。우리의왕이여환영합니다라고고백하세요。私たちの王なるイエス様あなたを歓迎しますと言ってください。우리주님이우리를사로잡게하십시오。私たちの主が私たちを捉えてくださるようにしてください。ハレルヤ。アメン。주님을환영하세요。主を歓迎してください。그래서예배가능력있는것입니다。だから礼拝には力がある。그래서다윗의장막에주님의보좌가임하는것이에요。だから다윗의幕야に主の御座が設けられるわけです。주님은우리에게웰컴받기를원하세요。主は私たちにウェルカムされたいと願っておられます。성령님우리에게더깊게오기원하세요。聖霊様もっともっと私たちの深いところに入ってこれたいと願っておられます。성령님환영합니다。聖霊様あなたを歓迎します。성령님사랑합니다。聖霊様あなたを愛します。성령님더깊게오십시오。聖霊様私のもっと深いところに来てください。나를사로잡아주십시오。私をあなたのものとして捉えてください。내의지를이겨주십시오。私のこの自我の意志をあなたの意志に変えてください。내가하는지성을지배해주십시오。私の知性もあなたが支配してください。여러분제가정적여부입니까이성적여부입니까의지적여부입니까。皆さんにとって私の印象は知的に見えますか意志的に見えますかあるいは感情的に見えますか。물러보입니까독해보입니까。ちょっと優しそうに見えますか、それともなんか厳しそうな、頑固な感じがしますか。저부드러운사람이에요。私は優しい人ですよ。저부드러운사람이라니까。私は本当に優しい人ですね。ハレルヤ。저참스마트한사람입니다。私は本当にスマートな人間です。여러분저는아주이성적인사람。私はもともと非常に理性的な人間でした。전형적인 MBTI ISTJ 형。典型的なですね、MBTI というその性格気質を調べるそのあるんですね。저희는머리를이해가안가면아무것도못해요。そこをすると理性派として出てきますね。だから頭で理解できなかったことは受け入れない。그래서말씀으로검증해보고찾아보지않으면안움직여요。だから御言葉で検証してみて確認しなかったらついていかないわけです。자꾸정적이려고노력을해요。だから私はもうその感情的な部分がその感性的な部分が刺激されるように努力します。저는전형적인도마과입니다。도마。私はもう典型的なトーマスの部類の人間ですね。찔러보고疑うわけです。その穴に手を入れてみて만져보고その手の
打たれた穴に指を差し込んでみて。만져봤어도진짜인지확인하고。そして触ってみて本物かどうかを確かめる。저그런사람。もうそういう人間です。우리아내가저한테얘기했어요。うちの妻がこう言いました。우리아내가저한테별명을줘줬어요。妻が私にあだ名をつけたんですね。강력계형사。その何ていうのかな。刑事の中で凶迫犯罪を担当する刑事と。저그런기질이있어요。あ、そういう気質があるわけですね。저한테누가대충얘기하면절대안돼요。だからもう適当ないい加減な説明をして私に言っても、納得しません。앞뒤조사하고。もう前後関係をちゃんと説明して、左右を調べて、분명한원인을찾아서、確かな理由原因を探して、누군가억울하게하지않아。もう誰かがこうね、そのもう悔しい思いをすることがないようにします。누가뭐나한테옆에서막그막이렇게얘기한다고솔깃하네。誰かが来てですね、もう告げ口悪口を誰かの悪口をたくさん言っても私はほとんど聞きません。그렇게안생겼어요？そういうふうに見えませんか？그래서제가기도해요。そして私は祈ります。성령님、聖霊様、제이성과この理性と내의지를내어드립니다。この自分の意思をあなたに明け渡します。내이성과この理性と내의지를이겨주십시오。自分の意思をあなたが捉えてください。아멘。아멘。제가이성적이기보단영적이게해주십시오。私が理性的な人間ではなく霊的な人間になることができるようにしてください。私たちは霊の戦いについて今分かち合いました。ハレルヤ。アメン。教会ブルシミ。これは教会の召しです。영적전쟁은큰그림이에요。霊的な戦いというのは全体の絵です。내일구체적으로이전쟁의이큰그림을실제적으로싸우는明日はですね、この全体の絵を実際的にどう戦うかっていうことについてのツールを見せます。영적전쟁이큰그림이라고그랬죠。例の戦いを大きな絵だと言いましたね。그것이무엇인지구체적으로보여드릴거예요。明日はそれが何なのかを具体的に見ていきたいと思います。용사로일어나십시오。皆さん勇士として立ち上がってください。주님이우리께거룩한전쟁으로부르셨습니다。主は私たちを聖なる戦いのために召してくださいました。우리가이깁니다。私たちが勝つんです。이도시에서이기십시오。この町で皆さんが勝利してください。아멘。아멘。오늘용사의영이부어지기를축원합니다。皆さんに勇士の油が注がれますように。ウェルカム하세요。聖霊様をウェルカムしてください。하나님의영이부어질수있도록。神の霊が注がれるように。주님의나라가임할수있도록。主の御国が来るように。성령이여러분을사로잡을수있도록。聖霊様が皆さんを捉えてくださるように。오늘그거원하세요？皆さんそれを望んでますか？성령당신웰컴합니다。聖霊様あなたを歓迎します。주님거룩한영적세계를열어주십시오。主よ聖なる霊の世界を開いてください。새영을열어주십시오。新しい霊を注いでください。우리의싸움이혈과육에대한싸움이아닌싸움을싸우게해주십시오。血肉に対する戦いじゃない霊の戦いをするものとしてください。아멘。아멘。우리용사입니다。私たちは勇士です。전쟁하도록부르심받았습니다。戦うように召されています。교회는태어나기도전부터대적의문앞에있다고선포되었습니다。教会は生まれる前から敵の門の前に置かれています。私たちは戦いのために召されたんです。私たちが戦わないならば敵は黙って何もしないわけじゃありません。皆さんが戦わないからといって敵は私たちを可愛いと思うわけじゃありません。敵は私たちに逆に攻撃を仕掛けてくるでしょう。その敵は私たちを捕らえようとするでしょう。皆さん立ち上がる必要があります。皆さん勇士として立ち上がってください。우리에게이미승리의기질이있습니다。私たちには勝利者の DNA がもうすでにあります。오늘여러분들중에皆さんの中に주님내가용사로살기를결정합니다。主よあなたの前に勇士として行きます。뒤로물러가지않고後ろに下がらないで두려워하지않고恐れないで싸우겠습니다。戦います。주님이미십자가에서이기신것을믿습니다。주여아나타는もうすでに十字架で勝利を収めておられることを信じます。아무것도두려워하지않겠습니다。何も恐れません。사람의눈도人々の目も남들이뭐라고하는것도人からの意見も마귀의어떠함도사탄のどういう策略も오늘그리스도의십자가에서이겼습니다。예수그리스도의十字架によってそれらに勝利しました。아멘。
오늘주님능력의마음을부어주십시오주여今日あなたの力を注いでください。능력의천사들을파송해주십시오力ある主の御使いを送ってください。일본의이싸움에서뒤로물러가지않을것입니다この日本のこの例の戦いから後ろに下がりません。사자와같이포효하며기도하는용사들이일어나고있습니다獅子のように吠えたける勇士のように立ち上がる者たちが起き上がっています。사자와같이포효하며싸울것입니다獅子のように雄たけびを上げて戦います。그러나내눈은어린양의눈에맞춰질것입니다しかし私の目は神の子羊に合わせます。아멘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 교회는이기는것입니다教会は勝利するものであります。교회는이미십자가에승리했습니다教会はもうすでに十字架で勝利しました。돈의문제가아닙니다お金の問題ではありません경제의문제가아닙니다経済の問題ではありません이것은우리의영혼의살고죽음의문제입니다これは私たちの霊が生きるか死ぬかの問題です。여러분일본의빈곤이보이세요皆さん日本に貧困の問題が見えますか이어마어마한빌딩이있음에도불구하고여러분들의그공고함과공고함을보이빈곤함이보이세요このおびただしい経済の山の中にいても皆さんの霊の貧しさを見ていますか어둠이충만한暗闇が満ちている。귀신들이드글드글한悪霊がいっぱい満ちている。이어둠이보이세요この暗闇が皆さんに見えてますか이빈곤이보이세요その貧しさが見えますか그래서여러분이소망이에요だから皆さんが希望があります。교회가소망이에요皆さんに教会に希望があります。교회가소망입니다主の教会に希望があります。기도와예배로승리하는교회가필요한거예요祈りと礼拝を持って勝利する教会が必要です。하늘의문을열교회가필요한것입니다天の門を開く教会が必要です。하늘정부의의지를동의해줄교회가필요한것입니다天の政府のその計画に同意するこの地上の議会が必要です하늘에서이루어진뜻이天においてなされている主の御心が예땅에서도그렇게되기를원하나이다この地上でもそのようになるようにと願います。이렇게부르짖는교회가필요한것입니다こういうように叫ぶ教会が必要です。주님제가그렇게살겠습니다主よ私がそのように生きます。주님우리가그렇게살겠습니다私たちがそのような生き方をします。오늘그런분들가슴에손은혹은두손을들고돌파의함성을외치며기도하십시오내가하는것은両手を上げてあるいは自分の胸に手を当てて주님의마음을부어주시고叫びを上げて祈っていきましょう。주님의마음을부어주시고주의미心を注いでください새영을부어주시고新しい霊を注いでください천군과천사를파송해주세요天軍天使を送ってください우리돌파의함성을외치기도하세요叫び祈っていきましょう。もう一回具体的にこのように祈りましょう。오늘이도시를향해선포하겠습니다この町のために宣言します。
주님이신주쿠의주인이예수그리스도이심을선포합니다이신주쿠의주와예수그리스도であることを宣言します하나님이이도시의군대를거느리고임하여주십시오주여この町にあなたの天の軍勢を率いて訪れてください우리가요청하오니하늘의군대를이도시에파송하여주십시오私たち主の教会が要請しますあなたの軍勢をこの町に送ってください교회부흥을방해하는것들을파쇄하여주십시오この教会の召しを妨げようとする全ての悪の力を今打ち破ってください이도시의어둠과결박들을결박하여주십시오この町の暗闇全ての呪いを縛ってください예수가주인이십니다예수様あなたが主です예수가왕이십니다예수様あなたが王の王です예수가에서모든이름에뛰어나셨습니다예수様あなたは全てに上におられる優れたお方です예수께서이도시에서이기셨습니다예수様がこの町において勝利を収められました죽게돌아와야될영혼들이결박이끊어질지어다主に立ち返ってくるべき魂の全ての束縛が断ち切られよう이도시의주인이예수그리스도이십니다ここの主はイエス・キリストです정사와권세들은묶임을받고떠나갈지어다主権力もろもろの悪の力はイエス・キリストの皆によって去っていけ新宿区が주님의것이다新宿区は主のものである선포하겠습니다宣言していきましょう기도하겠습니다祈りましょう
じゃあ一緒に決心したいと思います。宣言したいと思います。パク先生も集会の初めに言われていました。韓国に対する宣言を変えたと。韓国はもうダメだ、韓国は本当に裁きだというのではなく、私も日本に対して、日本はダメだ、日本は実を結ばない、日本は本当にリバイバルがない、日本は本当に不信仰の告白になってしまいます。本当にそれらの告白を今打ち破りたいと思います。そして私たちは、日本は救いの国であるということ、日本はリバイバルの国であるということ、日本の王はイエス・キリストであるということ、今最後に宣言したいと思います。共に、日本は救いの国である。はい、日本は救いの国である。日本はリバイバルの国である。はい、日本はリバイバルの国である。日本の王はイエス・キリスト。はい、日本の王はイエス・キリスト。アメン。宣言します。ぜひ本当に周りの人を祝福して、終わりたいと思います。また明日の朝11時にお会いしましょう。ハレルヤ、感謝します。